ただいまですね、日本ダービーの前日ですね、土曜の深夜1時でございます。1時でございますね。本当はね、ちょっとこれ予想は上げんどこうと思ったとばってんか、あまりにも DM のクッケン今日はちょっとね、まあ、やっぱもうさらっとばってんがですね、日本ダービーの予想はね言いたかなと思います。まあ、何を隠そうですね、私、ね、動画はね、予想動画は最近上げようなんたい、上げんくなった途端で当たり出したったい、競馬の、ね、先週もオークス、ね、私はね、ソダシちゃんはね、距離がちょっと厳しかったんじゃなかかなと思って外してね、見事、一着の馬にですね、副賞馬、3万円かけとったらですね、ここまた 2.5 倍ぐらいついたかな。ああ、でも結構買ったんですね。4万5千円ぐらい買ったかな。はーい。だけど今日はその他にはな、ちょっと日本ダービーですって、ちょっと打ち込むかなと思っております。ねえ、やっぱこの日本ダービーはね、お祭りです。まずやっぱ参加せんと祭りごとは楽しゅうにゃ。ね。ということでございまして。ズドン、もういきなりいきますよ。私の予想はですね、はい、本命ステラベローチェ、対抗タイトルホルダー、3番手エフフォーリア、4番手アドマイヤハダル、5番手ビクティファルス。よし、この後どうかな。あー、悩んだわってんね。結構ね、今回私ね、荒れると思うとよ、ぶっちゃけ。ああ、なんかね、1番人気も2番人気もはっきり言ってね、私的な信頼度はない。ええ。まあ、2番人気のね、サトノレイナスちゃん、まあ、ルメールちゃんが乗るばってんか、ヒンバはちょっとダービーは私はきついと思う。やっぱアパパネシャンほど、ね、やっぱ伝説級のヒンバかと言われたら、ウームですね。で一番人気のこの馬一応入れとるとよ、エフフォーリアちゃんをこれ3番手に入れとるとバッテンが、横竹シャンがね、取る？サツキに続いて、去年のコントレイルシャンバリにある無敗のボバね、え、ちょっと私的にはちょっとないと。そんな一番人気はパン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 勝つレースの中です、日本ダービーは。ということで3番手一番人気のエフフォーリアね、そして4番手がアドマイヤハダル、こちらでミルコデムーロシャン、そう、先週のオークスミルコシャンね、復活したね。 G1 がもうこうなったら止められんとよ。だけどちょっとね、怪しかけんですね、ちょっとアドマイヤハダルシャンも4番手入れまして、そしてしかもね、サツキ賞、そのね、日本ダービーの1個前のね、この、なんつうんでしょうっけね、三冠の1冠目のこのね、強か馬しか出れないこのレースの一発目、もう全国大会だよね、全国大会の一発目、第1戦、1着だったのがこれ、エフフォーリア、そしてね、これがね、4着だった、惜しかったって、あんま力はね、変わらんと思う、今乗ってきたミルコシャンならありえる、で今ね、もう大概人気の低くわけですね、これチャンスタイムでございます。そして5番手。これはですね、このビクティファルスっていうのはね、まあ正直ですな、この騎手、この池添シャンっていうのがね、やっぱこのダービーの時はですね、ひょくーって来るけんですね。これはちょっとやっぱ入れとかんと、これ今の大穴馬ですよ。十何番人気、十下の方だけどね、入ってきたら入っとるんですって上がるけん。しかもこれ、サツキ賞、それもね、出とってます。で、9着。まあまあまあ、ほやんたって、10着内に入っとったら、そりゃあ変わらん。まあ、ある、入ってきたらですって、あり得るけどですな。そして、対抗。こちら対抗がですね、タイトルホルダー。そろそろタイトル馬取るんじゃなか、不当かタイトル馬。ねえ、日本ダービーというタイトル馬取ったら、そりゃあもう、タイトルホルダーですよ。ねえ。これはね、騎手が田辺シャン。
そしてね、ドゥラメンテ3区。このドゥラメンテって言ったらね、ダービーマッチ、私もまあ、ね、ここ数年で一番強かったと思うよ、ドゥラメンテシャン。まあ、惜しくもね、ちょっとあの怪我とかあってからダメだったばってんだ。凱旋門とか出とったら行っとったんじゃんっていう、もうそれぐらいもうこの日本競馬界で強かったお父さん、ドゥラメンテシャンの息子シャン、タイトルホルダー。そして先ほど言った皐月賞の2着馬、怪しいね。力でいったらもうちょっとこっちの方がいいんじゃないかなと思うよ、ね、そして私の本命ステラベローチェね、こちら吉田騎手バゴサンク、ね、まあ、一見ちょっとどうなのというところではありますけれども、まあ、吉田さんといったらもうね、育ち育ちでね、桜花賞が取った馬、変則三冠なんかありえるかもしれないね。変則桜花賞牝馬で取って、そしてダービー馬取ってレース、次はいいみたいな、なくはないと思うよ、ステラベローチェでね。それは皐月賞でね、3番手3着、もうだけね、私のぶっちゃけ今回は上位さんとその前走の皐月賞という、もう G1 の強化馬の集まる全国大会のね、トップ3ですな、これ入れ替わるという感じの買い方でございます。でまたなんでこのステラベローチェが本命かと言いますとね、もうこれまあもう何人もみんな知っとると思う、知っとると思うけども、あえて言う、はいはいって、はいはいって言うと思うけども、このねダービーと有馬記念中の、ね、サイン馬券っていうのがあり得るとですよ。サイン馬券、ね、有馬記念で言ったら今年の漢字一文字は金だった、その時はもうゴールドアクターとかゴールドシップとか、ね、そういうのを着たりね、そのプレゼンターのね誕生日だったり、いろいろあったです。はい、で今回、まあ、先週ですね、先週言われてましたね、新垣結衣ちゃんが結婚したね、ガッキーちゃんね、ガッキーちゃん結婚して、まあ、逃げ恥とか言ってからね、先週のオークスね、オークスの時にまあじゃあガッキー馬券が来る場合って言われとったんですね。来ませんでした、全然来ませんでした。だがしかし今週なんじゃないかと、それがちょっとね気持ち悪いぐらい当てはまっとったんですよね、サインがね。なぜならば新垣結衣の誕生日、1988年6月11日、怖くない？1988年第88回日本ダービー、11番、6枠11番、楽器の誕生日は6月11日、10時。こんな偶然あるかね、信じるか信じないかは私次第です。マックス、このステラベローチェに副賞3万ぐらいかけたらね、10万ぐらい納豆ですよ。これはちょっと夢があってですね、これステラベローチェの副賞はですって買って、ちょっとここら辺からここ2頭ぐらい軸下からの3連単ちょこっと買ってみたりして、そういう感じの馬券で楽しみたいと思います。日本ダービー楽しみましょう。